上海 SH760 は中華人民共和国で1958年から1991年にかけて製造された自動車である。主に飛行機を認可されるほどの重職ではない政府役人向けに製造された。1958年9月28日、上海市動力機械製造工師の組み立てラインは、同社初の自動車である鳳王を製造した。 それはまた中国で製造された最初の市販車でもある。それから1960年にかけてごくわずかな台数の鳳凰セガンが製造された。鳳凰は丸型ヘッドライトとテールフィンが特徴的であった。1964年に鳳凰は社名を上海 SH760 と改め、翌1965年から量産を開始した。 1968年と1974年に SH760 は外観上の変更を受けた。最後の SH760 は1991年11月25日に製造され、累計生産台数は79,526台。最盛期は1984年で6,000台前後であった。SH760 は 90BHP を 発揮する直列6気筒2.2リットルエンジンを搭載し4足マニュアルトランスミッションが組み合わせられた。ありがとうございます。